公文院は、平安時代初期の平安京に、和家広代が建てたとされる施設。通説では、和家氏の大学別荘として機能したとされているが、異論もある。早い時期に断絶した。公文院史費、日本語記にある広代の父、和家清丸の隠れ上場に、広代が、式部将友と、大学別荘を兼務し、父、清丸の意志を継いで大学寮の南側にあった。 指定を、公文院として、内外の継承数戦艦を集め、また根電40兆を寄付して学問料を支給したと、記されている。公文院設立の時期は、日本語記の散逸などにより不明であるが、広世に関する他の記事から延暦年間末期から、大同年間初頭の設立と推定されている。日本語記に記された公文院の役割は、 他の大学別荘の例と同様ではあるが、設立そのものが文章院や他の大学別荘に対して、幾分か早くかつ記録がほとんど残されていないために、設立当初から、後世の大学別荘と同じ目的を担っていたかについては不明である。これについて、桃広之は遅くても、公認、上和年間に、漢学院や、 学官院が創立されるに及んで、和け市の大学別荘として確立したものと推測している。これに対して、久木幸雄は、内外の経書という記述に注目して、内外を仏教書とそれ以外の書と解釈し、表向き仏教を排除している日本の大学寮の学生のための機関である大学別荘に、 仏教書を置くことの矛盾を指摘しており、公文館を大学別荘ではなく、運庭などのような図書館であったと推測している。ただし、分けしそのものが広世の没後に振るわなかったこともあり、ほどなく推理していったと考えられている。俗日本語記歌唱元年7月日の絵犬城に、平安京内で落雷があり破損した建物の中に、公文院が含まれていること、庭元年に、 菅原道真が公文院を訪問した時に読んだとされる漢詩が関係文章に残されていることから少なくても公文院設置から80年間は存在していたものと考えられている。だが10世紀中期に書かれたと考えられている源の孔明の西宮家には 公文院はすでに後輩に返していることが記されていることから、道真の時代からそれほど時間を置かずに廃絶したと考えられている。跡地とされる、現在の京都市中京区大池千本、東入北側には、公文院市の石踏みが建てられている。参考文献として用いた、桃博之の著では、三十兆と返しているが、ここでは、現在の、 日本語機の最新の工程本とされる、薬中日本資料版の説を取る。この、内外の要例は、俗日本機の石上や活具の死去に関する、記事内において引用している赤活具が、運転設置の経緯について記した文にも登場する。当の国古刊制度をモデルとして設置された、日本の大学寮は、国古刊を主導した、当の受学者の廃物思想に従う形で、 制度上は、仏教職を排除して、儒教の学習に専念させていたため、仏教書はその方針の妨げとなる可能性があった。ありがとうございます。